つまり女子が着る。ホノルルで走る喜びを知った彼女、その涙の訳。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。8年連続出場の久保田智子アナウンサーはリラックスしているように見えますが、目標は今度こそ4時間切る。だこれが緊張するのよ。やるぞやるぞやるぞ。いらした。まだワンピークした。ホノルルマラソンでコースの3割を占めるのがカラニアナオレハイウェイ。20キロ付近に姿を見せたのは久保田智子アナウンサー。快調なペースで走る彼女にはどうしても成し遂げたい目標がありました。ズバリ女子間切る。7度目の挑戦となった前回はあと一歩及ばず。悔しい。市民ランナーにとって4時間を切るのは並大抵のことではありません。でも彼女の気持ちは本物でした。大会の5ヶ月前から準備を始め、朝晩のトレーニングだけでなくランニングチームの練習にも積極的に参加。大会までに走り込んだ距離は例年の3倍以上に達しました。さらに体幹を鍛えるためヨガにも挑戦。仕事の合間を縫ってできることは全てやりました。そんな彼女の思いを知る番組共演者は、Nスタの前に午前中に私30キロ走ってきましたっても軽く言うんですよ。彼女がホノルルで4時間切ってないってこと自体が不思議ですよね。ホノルルで4時間を切りたい、その思いは日に日に強くなっていきました。レースの折り返しを過ぎた22キロ地点。久保さん半分抑えすぎました。ギリギリですね。少し焦りの見える久保田アナウンサー。夢の4時間切りへ、ここからが正念場です。緑とラグーンが美しいハワイの高級住宅街ハワイ海。ここを通過すればいよいよ後半戦です。29キロ付近を通過したのは8度目の挑戦で4時間切りを目指す久保田智子アナウンサー。久保さん、手応えありますか？いや、ギリギリですね。性格現れてます。1キロ後から太田くんが、そんなにギャーンされちゃう。どこで抜いたんですか？わかんないです。もう行ったでしょ。いやいや、まだ後ろなんですよ。後ろ久保田31キロ。あ、久保田いた。ゴールで会いましょう。頑張りましょうよ。頑張りましょうよ。ハイウェイを抜けゴールまで残り5キロの久保田アナウンサー。激しく照りつける太陽が容赦なく体力を奪っていきます。30度に迫る猛暑の中、夢の4時間切りはなるのでしょうか。ホノルルマラソン最後の難所、ダイヤモンドヘッド。久保田アナウンサー、ゴールまで残り3キロです。なんか風も
をしてくれてる感じがありますよ。いや、頑張れってことですね。夢の4時間切りへ、中盤で落ちたペースを取り戻そうと最後の力を振り絞ります。40キロ地点で残り4分、目標達成には絶望的な時間でした。僕の声を楽しみましょう。ラストいや、もう今度こそ4時間切るってもう毎回言ってるんですけど。この5ヶ月間、彼女は多くの時間をマラソンに費やしてきました。夢を叶えるため、いえ、今の自分を確かめたかったのかもしれません。もともと運動が得意ではなかった久保田アナウンサー、8年前ホノルルマラソンに出会い、走る喜びを知って人生が変わりました。だからこそ走ることで自分の成長を確かめたい、去年よりも誇れる自分でいたい、胸を張って最後まで。タイムは4時間9分9秒。今度は絶対に切れると思ってたんですよね。だから多分あんまりリラックスしてなかったんでしょうね。仕事をしながら皆さんトレーニングしてるわけだから、このトレーニングの仕方でしょうね。いやだ、私も来年に向けて考えてますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません。オリンピックの疲労感を上回る疲労感です。こうやっぱ心はすごい晴れやかですね。いや、40回目を迎えた JAL ホノルルマラソン。楽園の大地を駆け抜ける42.195キロにはランナーとボランティアの絆が脈々と受け継がれています。ロングスローディスタンス、長い道のりをゆっくり走ろう。このドラマの次の主人公はあなたかもしれません。この番組は明日の空へ日本の翼、日本航空、アディダスジャパン、三菱 UFJ ニコスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。